皆さんこんにちは、ひろこです。5月5日は何の日か知っていますか？5月5日は端午の節句といって、昔から男の子の健やかな成長を願う伝統行事が行われる日です。現在では子どもの日という祝日にもなっています。聞いたことがありますか？それではクイズをしながら端午の節句について見ていきましょう。5月5日が近づくと、家のベランダや公園などにこういう飾りが飾られているのを見たことがありますか？魚の形に似ていますね。どの魚と関係があるかわかりますか？鯉でしょうか？それとも鯛でしょうか？正解は鯉です。ですからこの飾りを鯉のぼりと言います。中国に古い話があります。闘竜という激しい流れの川を鯉が登ったそうです。そしてその鯉は竜になりました。この話から子供が偉くなりますようにとの願いを込めて鯉のぼりが飾られています。端午の節句では鯉のぼりの他にも家の中に飾られるものがあります。では次のうち端午の節句に飾られないものはどれでしょう？鎧、兜、壺。飾られないものは壺です。端午の節句には鎧や兜を飾ります。鎧や兜は昔武士が戦いの時に身を守るためにつけたものです。ですから男の子の体を守るという意味から鎧や兜を飾るようになったのです。次の問題です。どちらの植物が端午の節句に関係があると思いますか？菖蒲、桜。正解は菖蒲です。菖蒲は葉から強い香りが出ます。昔の中国の人はこの香りが邪気を払うと信じていました。健康のためにお風呂に菖蒲を入れたり、お酒に入れて飲んだりしたのが端午の節句の始まりです。現在ではお風呂に菖蒲の葉を浮かべた菖蒲湯に入る家庭もあります。では最後の問題です。次のお菓子のうちどちらが端午の節句に食べられるでしょうか？道明寺でしょうか？それとも柏餅でしょうか？どちらも美味しそうです。正解は柏餅。柏は新しい芽が出るまで古い芽が落ちません。そのことから家計がずっと続いていく、つまり子孫繁栄を願って食べます。いかがでしたか？知っていること、初めて知ったことはありましたか？皆さんの国にも子供の成長を願ってお祝いする日はありますか？ぜひ、ジャパニーズポッド101.com のコメント欄で教えてくださいね。それではまた。